とあの説明させていただくと、はい、右側がにぎやかな、あ、すみません、右、あ、左、左側がにぎやかな雑下町のようなそういう浅草で、はい、であの昭和レトロ感の宮街とかレストランとかっていう感じのテレビでよく見るような感じの浅草です。でこっち側が川沿いとか歴史巡りとか、あと綺麗なスカイツリーの写真スポットがあります。着物の方にはすごいおすすめ、まあ、写真映えるんでこちらの方がすごいおすすめします。でそれ以外もパワースポットエリアいっぱいあるんですけど、はい、その中で松千山正殿と今戸神社がめちゃくちゃおすすめです。なぜかというと、この松千山正殿が東京都内の最も古いお寺で、綺麗な日本庭園があります。スカイツリーの写真スポットにもなってるんで、はい、着物と日本庭園とスカイツリーっていうめちゃくちゃ故障するぐらいの、故障できるぐらいの写真が撮れます。なるほど。はい、あと、この今戸神社っていうところは、あの招き猫の発祥の地と関東1位の縁結びの神社になっています。でちなみに一応あの30分いただければ1つのエリア完全制覇できますよっていう感じで定番になっておりまして、で例えばにぎやかな方、もしくは歴史巡りとスカイツリーの写真、もしくはですね、もし3階まで行くとちょっと時間がかかっちゃうんですけど、30分あったらここは行けます。はい、お試しコース、10分コースでしたら、はい、あの今申し上げた例えば、はい、川沿い走っていて、スカイツリーの写真を撮って戻ってくるか、お茶下町ちょっとぐるっと回る感じですね。もし着物でしたら正直こっちの方がすごいあの思い出になるんじゃないかなっていう感じは、はい、あります。はい、では川沿いであの写真撮って戻ってくる感じの10分お試しコースで大丈夫ですか？はい、初めて来る人にはいいかもしれない。あのそうだね、うん、でも一番最初に撮って全部見ていきたいとか、はい、後であるみたいな。なるほど。ではお姉さんから行きましょうか。こちら入っていただいて階段登るような感じでこちらにお願いします。ピタベルトつけさせていただきます。ああそうなんです、軽車両扱いなんで、はい、ちなみに、あ、ちょっと前に車なくなっているんですけど、実は車の後ろにナンバープレートっていうのがついてあるんですよ。そうなんです、そうなんです。はい。では次にまた。はい。免許はですね、一応免許ではないんですけど、各会社にそれぞれの研修と試験があります。はい。なので、そうなんですよ。こちらちょっと下ろして。あ、すいません。6年半ぐらいです。もし寒かったら手をここに入れてもらったら暖かいです。はい。では少々お待ちください。お待たせしました。では持ち上げますね。体重背もたれで後ろピタッとお願いします。はい、ありがとうございます。では早速持ち上げますね。体重背もたれでお願いします。1、2、3。よーし。OK。ちょっとだけバックしますね。はい。では早速行きますね。お願いします。行ってきまーす。初めてですか、人力車は。お、ありがとうございます。浅草何回目ですか？はい。あ、でも、もともと運動が好きなんで、逆に嬉しいなっていう感じくらいはあります。正直あります。では、行っちゃいますね。ではですね、ちょっと自己紹介なんですけど、ワンちゃんで呼んでください。で、一応名前が、フルネームがワンナンピンと申しまして、南っていう文字が入ってるんで、ナンちゃんです。はい。出身は台湾です。はい、お願いします。ではですね、first of all, there's the tallest tower there. Do you know, do you have any idea about what is that?何かわかりますか？そのタワーについて。Yes, that's a sky tree. So, do you know how tall it is? Wow, yes! Correct answer, the correct answer. Thank you very much. So actually, long time ago, around here, there is the area called
Musashi no Kuni in Japanese. And Musashi in Japanese, it sounds like 6, 3, and 4. So that's why they made the tower as a 634 meter tower. And this tower is the tallest tower in Japan now. And the second tallest tower in the world. 二番目に高いタワー、世界中の。一番はドバイにあります。So the tallest tower now is in Dubai. Yes. And the second one, the golden building. Do you know what is that? No idea? Actually, it is the shape of a kind of drink. Yes, yes. Actually, this is a glass of a beer. ビールジョッキ。ビールジョッキの形しています。This one, yeah, the 真ん中、真ん中ですわ。真ん中、the middle one, yeah. The middle one is a glass of a beer. And you can see up there, the white place is the foam. ビールの泡が上の部分です。Yes. And also, this is the head office of Asahi Brewery. 本社です。Asahi ビールの本社です。これは、はい、any idea?No, 違います。違います。Actually, this is, everyone just saying that this is like a foam or a cloud. 雲。But actually, no, they are not the correct answer. It is a fire. 炎。炎です。Yes. これは炎です。Then, actually, they wanted to build like a three vertical one to make it as a fire.But in Japan, there are too many earthquakes, so it's really dangerous. So that they just take one of them and put like this one. And the fire is representing the burning heart of Asahi Brewery. So it is also belongs to Asahi Brewery. もともと3本立てる予定だったんですけど、日本って地震多いから、あぶれておいて1本取って横倒ししようってなって、この形になったんです。はい。もともとは3本立てる予定だったんですよ。で、1本だけでも350トンあるから、地震来たらやばいんじゃないですか。っていうことで、こんな感じになったんです。はい。OK。So, the second place we are going to is to take a beautiful picture of Sky Tree. Yay! Let's go!食べ歩きしてきたんですか？あ、はい。はい。あ、はいはいはい。あ、仲見世通りですね。はい。一応、伝法院通りの方にも食べ歩きいっぱいあります。伝法院通りっていう通りが仲見世通りに入って、半分、まだ浅草寺に行ってない、真ん中ぐらいのところの左右の通りです。横の通りです。あそこはですね、江戸時代の雰囲気されていて、雰囲気もすごく良くて、食べ歩きもいっぱいあります。はい。今日の着物はレンタルですか？はい。何時に返却するんですか？あ、はいはいはい。じゃあ今日はほぼ撮影なんですか？はい。いつも浅草とか日本の観光地ですか？はい。あ、はい、なるほどですね。楽しそうです。まあそれはそうですよね。動画編集とか大変そうですね。ではこちらがこのスカイツリーの写真スポットです。はい、よかったらここで写真撮りましょうか。せっかくなんで、はい、では
右側、あそこの神谷バーは、日本初めてのバーです。はい。1880年からあります。So this is the first bar in Japan, and it is built in 1880. Yeah. So actually, it survived from the World War II. So the building is older than the surroundings. You can see. あと住所が浅草一丁目一番一号です。それも第二次世界大戦の時に壊れてなくて燃えてなかったから。戦後、再建の時に、そのまま再建の拠点として、111になったんです。そうなんです。っていう感じで、大事な建物です。もう電気プランがその、看板メニューです。っていうお酒があります。そうです、そうです。あそこのお店からですね。そうです、そうです。よくご存知ですね。そう。そうなんです。おとといの日曜日が本当にやばくって、先ほどの交差点まで並んでたんです。はい。食べたことありますか？あ、ないです？はい。やっぱり、ちょっと、何ですかね。朝焼きたての、その、生地って感じがして、で、中身も甘すぎず、本当にちょうどいいなって感じ。朝はですね、平日だったら一応10時開店で、もう9時にまあ30分、40分ぐらい平日だったら並んでいただければ大丈夫だと思うんですけど、先週日曜日が本当にちょっと異常で、9時私来た時に、もう今もう3倍ぐらい並んでました。はい、という感じでまあ平日に来た方がいいっていう決断ですけど。ではこちらを終点とさせていただきます。貴重なお時間ありがとうございました。ゆっくり下ろしますね。少々お待ちくださいました。かっこいい、かっこいいですね。It's cool. I'm a rickshaw. I'm pulling rickshaw in Asakusa. And actually I come from Taiwan. And I want to tell you something about Asakusa. There are a lot of delicious food and Japanese street food. And you can see the old fashioned Japan here. So that is nowhere you can see in the other places in Tokyo.And actually, there are street food, old-fashioned Japanese taverns. And also, the main thing here is the Sensoji Temple. That is the biggest temple in Tokyo. So you can enjoy the religion, the old-fashioned religion here, and also old-fashioned foods and street foods and everything you can see in the old-fashioned Japan. So that's all, and welcome to Asakusa. I'm waiting for you. Thank you. ありがとうございます。Oh, so actually I can speak English, so you can come here and you can find me and I can introduce everything here for you guys and you can try the rickshaw riding so we can give you a private tour here and welcome to Asakusa and you can find me Nanjiang, I'm Nanjiang. Thank you, waiting for you. じゃあ何、何で